お疲れ様です。ケイリンイツキチャンネルイツキです。高松ケイリン G3 が、ね、明日から始まりますので予選の横綱が登場する11レースと特選12レース展開予想していきたいと思います。まずは11レースメンバーを見ていきましょう。1番太田、2番中村、3番島津、4番西川、5番石塚、6番蓮井、7番津村、8番大野、9番池田となっております。 ラインを確認していきましょう。196。1番の大谷、9番の池田、6番の橋水が固めます。724。7番の津村に、2番の中村、4番の西川と。358。3番の島津に、5番の石塚、8番の斧ということで、3対3対3。綺麗な3分線ですね。ライン先頭を走る。 自力型、比較していきましょう。1番の太田、予選の横綱ですね。バック7回、ホーム7回、逃げの決まり手か2、まくりが5、差しが0、マウクが0、まくり先行タイプです。7番の津村、バック4回、ホーム2回、逃げの決まり手が0、まくりが3、差しが3、マウクが0、こちらはまくり差しの選手ですね。ということなので、まあ、かましはあまり考えづらいかなということでね、中段取りからのまくり追い込みでしょうか。 サマーの島津、バック4回、ホーム4回、逃げ抜き前手か1マクリか3、サシカ3マークカ2。こちらは自在タイプ、か島まで打っていくということですね。さあ、それではスタートなんですけれどもね、どちらが取っていくんだということで、まあ一番のお互が貫禄で取るでしょうね、196と。そうなりますと2番の中村がいますので、724が中断358は外枠引いておりません、後方から。ということで、枠なりスタートになっていくと。 えー、赤番で、えー、358がインを切りに行きます、えー。これは中断取り、もしくは誰も来なかったら先行。724が切り替えて196と。ただし、ジャンの合図とともにね、えー、やっぱり196が、えー、主導権取りと。えー、358が中断キープ、724が後方から。ただし、やっぱりね、一番の大田が逃げれば、まあ前段で決まっていくんじゃないかと、えー。6番の発生までね、しっかりと連れ込めるのかどうかというところがね、えー、一つポイントになってくると思いますので、まあここはね、 はい、一番の大田からと言いたいところなんですけれどもね、ちょっと深かしすぎた時一気にね、えー、最近寒くなってきましたので、大田はね、実は夏男なんですよね。暑い方が、えー、調子がいいということなので、冬でね、えー、ずってしまうということもあるかもわかりませんので、9番の池田から狙っていきたいと思います。穴はね、 えー、3番の島津がかました時ですよね、えー。5番の石塚からということでいきたいと思います。えー、まずは9番の池田から、1番の太田、6番の蓮水ラインの前後をつけて、えー、そこに襲いかかってくる3番の島津、えー、7番の津村ということでね、9から1、6、3、7折り返し前、前こちらが本線ですね。えー、そして、えー、9からの抜けということでね、2番の中村をね、狙っていきたいと思います。穴は5番の石塚からと、えー、3番、8番、ラインの前後をつけて、 そこに襲いかかってくる1番の太田2番の中村がコース見つけて突っ込んでくる7番の津村ということで5から38127こちらの方でね狙っていきたいと思いますさあそれでは12レースメンバーを見ていきましょう1番稲川2番宿口3番園田4番大月5番増木 6番吉沢7番南8番香川9番堺となっておりますラインを確認していきましょう1781番の稲川に7番の南8番の香川が固めます3番の園田4番の大月は短期ですね59625番の増木に9番の堺、井6番の吉沢2番の宿口ということで3対4そして短期が2人ということで、まあ、基本は2分線プラス2ということになっております ライン線とを走る自力型比較していきましょう。1番の稲川、バック0回、ホーム0回、逃げの決まり手が0、まくりが1、差しが4、マークが2と、まあ、マーク型がね、まくりを打てるということなんですけれど、この特選はやることは1つと。えそうしまして、 5番のますぎ、バック12回、ホーム14回と、2、え、元、ー、の決まり手が8まくりが1差しが1マークが0と、1000まくりタイプですよね。さあ、こうなってきますと、えー、178がね、前受けしていくと。えー、なぜか、もうすごく単純ですよね。はい、飛びつくしかないということで。えー、そうして、その後ろに短期の選手がいて、5962が後方からの流れと。赤番で、えー、5962が、 インを切りに行ったとき、178もセルしかないですよね。で、5番の後ろのマスギ、その後ろが9番の堺井、その後ろが6番の吉沢ということでね。まあもうここ、2、えー、段掛け対戦にもね、入ってますよね、最悪は。ということになってきますので、5番が逃げて、えー、9番が2段掛け、いけばね、はい、もうね、9、6、2、もうここの、ね、上位争いになってしまうということがありますので、ここは特選といえどね、やはり競りがあると考えるのが妥当になってくるのかなと。えー、そうなりますと、 えここ5962の後ろが渋滞になると。円満杉の逃げ切りからね、えー、まあここ本線ということを狙っていきたいと。えー、そして1番の稲川が飛びつかなかった時セリンに行かなかった時っていうのは9番の境からで大丈夫ということなので、ねはね、9番の境から押さえていくと。えー、まずは5番の杉からと。えー、9番の境ラインですね、つけていきます。6番の吉沢が3番手から腰短々。1番の稲川が番手ダッシュなるのか。えー、その 後ろの7番の南も侮れないぞということで5から9、6、1、7折り返しで、ね、これが本線ですねそして5から抜け4番の大月短期ながら最近ね差し足が3に割いているということなので4をつけてえ押さえの方ですね9番の堺から5番6番ここはラインの前後なのでつけていって1番の稲川 7番の南をつけて、あとは4番の大月ということを狙っていきたいと。まあ実はここで3番の園田の突っ込みというのも穴れないんですけれど、今のところは3番の園田をつけようか、4番の大月をつけようか、すごく悩んだんですけれど、まあ今の動きだったら4番の大月の方がね、差し足がいいんじゃないかということで、まあ4番の大月にしました。あとはこのね、5番の増木に9番の坂井に6番の吉沢に2番の宿口と、宿口ね、今年は グランプリ乗れませんでしたけれど、SS ですよと。SS が4人ね、結束していくということで、まあ一見すごくガチガチに見えるんですけれども、ここの一角を崩していくためには、どうしても誰かが競らないといけないと。3番の園だってガリガリ競るタイプでもないですよね。4番の大月はたまに連携することもあるからね、特選から競りに行くのかということでね、品宿買いますよね。競りに行くんだったら稲川しかないじゃないかと。そして稲川も後ろに南さんつけてますんで、まくるか競るか。 どちらかの展開だとなると、ここは競りに行かないと僕のまくりじゃ通用しませんということでね、しっかりと5番のマスの後ろで競ってくれるんじゃないかということを思ってます。あとはね、この9番の酒井がしっかりと1番の稲川とね、こうやり合ったときに。 えー、しっかりとね、番手を守れるのかどうかと、今から9番の酒井もね、番手を回っていくっていう回数が増えていくと思うんですよね。ということになってきますので、まあ、しっかりとね、9番の堺が井が、まあえー、1番の稲川、ここをね、結構稲川、横も強い選手ですので、まあ、ここにね、えー、競り勝つということになれば、まあ、9番の堺井の株もぐっと上昇するということになります。そして、あとは稲川の後ろの南ですよね、暴れん坊南ということがありますので、まあ、1番の、ね、稲川が。 セリに行ったとき、6番の吉沢とね、なんか徹底抗戦しそうで、荒れない、落車のない、そういうね、競りに行ったとしても、横の動きがあったとしても、まあ、落車のない競輪にしていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。